皇帝が消える、とき、今の状況では少し寂しさのようなものは漂う。以前は、この戦い、目の前の敵を倒せば俺の願いは叶う、それが信じられたが。今は、明確に無理だ。どこまで行っても、100人の中の一人でしかない。その100分の1で頂点に達したにせよ、それ、が通るかどうか、はその後の、人々の自由意志の結果による。あとは祈り。その、格好良さ、が、その外の99人に何の影響も与えない、わけではないだろう。でも、対戦格闘ゲームの、最終的な目的はやっぱり、願いを叶える、そういうのはあるが。勝てばよい、では、ない。よい、結果でなければ、通らないし。良い結果だったとしても今すぐ、というわけではない。限度が。それは一つの夢、というか、幻が、明確に消えた、瞬間かもしれない。勝っても、願いは叶わないのだ。